ブラック企業の裏話で一般の企業がお伝えできないような内容をお話ししたいと思います。今日はバカからは金を取れです。なんていうんですかね、こうノウハウとか種明かしとか、まあ、結構自分教育とかでいろいろ相手に教えるんですけども、やっぱ無料よりお金を取った方がいいなっていうのはね、結構長い経験して思いました。別にお金がね欲しいわけじゃないんですよね。特に社員とかこれから仲間になる人は、まあ、僕が身についてる覚えてるものを伝えてですね、レベルアップしてもらって結果で会社もらえればいいので、まあ、全然授業料とかいらないんですけども、本当に今までの経験上、なんか頭が悪い人ほどこうお金を取った方がいいっていうのがありまして、例えばこうデザインなんかもですね、まあ一定レベルまで本当に一瞬で行くんですよ。もう知ってるか知らないかのレベルなので、もうなんとかマジックで行くと種明かしですよね。この種を知ってれば誰でもできるマジックとかあるじゃないですか。で、それをうわめっちゃすごいですってそのマジック見て、どうやるんですか教えてくださいって言うから、まあ自分はまあ教えてあげるんですよ。さあ、なんだそんなことかって終わってしまうんですよね。で、まあもちろんこっちに対してもなんか大したことないものを大きく見せてたんだなみたいな感じで態度が変わると言いますか。なんかデザインもそうなんですよ。めちゃくちゃ簡単だからこうやったらうまくできるよっていくと、そのマジックの種明かしみたいな、なんだこんなことかって、まあ、もはやがっかりすると言いますか。そうですね、がっかりするんですよね。で、いやこっちはその種を見つけるのにめちゃくちゃ苦労したわけで、その苦労したのを一瞬で教えたらなんかがっかりされて、なんなら頑張んなくなるっていうのは本当に山のように経験してですね。でそういうバカの人にはですね、やっぱお金を取るんですよ。これ教えてあげ、もうね、5万ですよ、10万ですよって、そしたら簡単にできるようになるよってこと、なんかねものすごいやる気を出してね勉強するんですよね。で、あれ要は高ければ高いほど、そのなんだそんなことかっていう、種がですね、ありがたく受け取ってくれるんですよ。お金払うか払わないか一緒じゃないですか、受け取ったノウハウとしてはですね。で、なんかお金取った方が頑張るみたいな。だけどなんか面白いことに、そうお金を払って学ぶ人たち、まあね、よく情報商材とかに騙されちゃう人ですよね。あの人たちってなんかお金払わないものには価値がないみたいな感じで思っちゃったりしてるんですよね。まあ、もちろん塾とか、僕養成所の講師とかもやってるんですけども、教えたことって一緒なんですよ。うちの所属タレントにマネジメントで無料で教えることも、養成所でね、スクール代もらって教えることも内容大して変わんないんですよね。まあもちろんお金もらってる方が、まあ、丁寧に時間かけて教えるんですけども、まあ、言ってることは一緒ですよね。でもそういうところに、はい、お金払った方が真面目に聞くくせに、もしお金払う仕事に入ると大してなんか言うこと聞かない、言うこと聞かない、頑張んなくなると言いますか。本当にね、その傾向があるんですよね。いやいや、今これお金もらってる仕事なんだか、そっちの方が養成所より頑張んなきゃいけないんじゃないのっていう人はたくさんいます。これはもう大学生でもそうですね。もう大学にね、お金払って時間使って勉強してるくせに、なんでお金もらって自分が入りたいって言った企業のね、仕事の勉強しないんだろうっていうのはね、非常にあります。だからもう次続かないんですよね。というわけでね、だから本当に頭悪い人って、まあ、ね、こう言っちゃなんですけど、多いものですから、やっぱ大事なノウハウは基本的にはお金をもらってね、教えた方が、まあ間違いがないのかなっていうのを渡す方はですね。で、その中で伸びた、でもその中で伸びて、じゃあお仕事あげようかって言っても、途端になんか、仕事払っ、お金払って教えてくださいって立場から変わると、ね、なんかパフォーマンス下がる人もいる、まあ難しいところではあるんですけども、
まあ、結論難しいっていうところですね。まあ、お金が払おうが払うまいが、やっぱ賢い人はちゃんとね、情報を受け取って活用するんですけども、頭の悪い人は、無料であげちゃうと、なんだそんなことかってがっかりしてですね。しかも、こっちは苦労して手に入れた種を、雑に扱いますんで、まあ、頭の悪い人にはお金をもらってね、渡してあげた方がこっちのね精神衛生上いいと。これはお客さんもそうですね。大事なお客さんだから、うちのねホームページ制作とかで決まったお客さんにアドバイスするんですよ。こういう運用した方がいいよとか。でそれをねやっぱ無料でやってるとね、なんか雑なんですよね。で、なんか他の人からセミナーでこう聞いたんだけど、あんたのとこ何もアドバイスしてくれないじゃないかって、1年経った2年経ったらクレームみたいのがあるんですけど、いやそれとっくにもう僕伝えてますから、教えましたよねって、メールでも言いましたよって、あらそうだっけみたいな話になるんですよね。でこれはね、90万ぐらいのコンサル代ですって、もうアホらしいからね売ったんですよ。そしたらね、めちゃくちゃ真剣に聞いてくれてありがとうございますって、とってもためになるのを教えてもらいましたみたいなことを言われたので、もちろんお金もらって以上資料もちゃんと作って時間もちゃんと使うんですけども、まあね、なので大事な情報はあんま無料で出しても喜んでほしいから、こっちは伝えてるんですけども、実はお金をもらった方がね喜んでもらえたりもするという話でした。はい、では今日はこの辺でグッドブラック。